どうも無職の新井です。今週のトピックはこちら、春の新潟開幕ということで、日曜日からいきます、ね、すごい朝いつも早いですよ本当無職は、うん、本当ね昨日も1万負けです。本当最悪です。本当ね何の見どころもない1万円負け、本当許せない、返してほしいですね。そう、負けられない戦いが始まるのです。おお、ここ数月くらいね、本当お金を本当検討していますよ。本当ここに本当許しない、返してほしい、本当にマジで本当に返せよ。本当にできなくな、チャンネル登録と高評価コメントをよろしくお願いいたします。いざ出陣。よふざけんな、なんでだよ本当。すごい本当、あの金太郎みたいな顔してる。本当もうね、京都8レースです。まあこんな感じですね。まあもうなんですけど、自己条件やっぱね、このね一発ある馬をちょっと示したいなと思いました。無職の本命ですね、これが。うん、こんな感じなんですけど、やっぱねちょっとね、名前的にもいい感じのロマンシングブルー、このダンの大勢騎手6番人気、ちょっとお金がないので単勝と馬単で行きました。これ3番のロマンシングルブー、先頭はね、あのモレイラジョッキー抜け出すんですけど、外からね、このハービンジャー3区のロマンシングブルー、ハービンジャーじゃないですね、ハーツクライか、ハーツクライのロマンシングブルーが、こっからのね素足やばいっすよ。あ、もうここもう、あ、もう勝ち確、素晴らしい騎乗ですね。よし、久々の的中とか、今日初の的中です。4番人気想定が6番ぐらいですね。そうですね、意外に人気想定だったんですけど、6番人気ぐらいになってましたね、うん。はい、来ました、6番人気と2番人気の馬単ですね、6000円と。はい、まあ、こんな感じで、こういうのがその後ね、うん、スイートピーステックスも、うん、まあ、ね、抜けちゃいました。はい、京都のメインレースですね。負けどうもね、ガン決まりフェイス、はい、来ましたね。ドゥントク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 イエドゥントクドゥントク、天皇賞春イエイエオンオン。はい、来ました、天皇賞春。はい、ポイントは、まあ、こちらですね、リピーターレースです。該当馬は今年は3頭います。まあそんな中でもね、やっぱ外国人ジョッキーやっぱ一番いいと思うので、前走ね大敗しててもここがね目標だというのはもう分かります。はい、9番シルバーソニック、アンジョミルコデムーロジョッキーですね。昨年3着のこのシルバーソニック、2年前は落馬してました。まあね、ちょっと今年8歳ということなんですけど、もうちょっと見たいと思います。いきます、スタートしました。はい、10番のサボーナ、やや後ろから先行争いですが、大きく番ディープボンドが手綱を押す、池添ジョッキーね、その外から11番のマテンローレオが行く、前のレースの本命にしてて、その怒りが小山の力士を行きました。そして早め2番手ドレッツァ、3番手6番ディープボンド、1周目の坂の上りです。ディープボンドがね3番手行くんですよね。4番手、その外目にいるのがテオロイヤルです。テオロイヤルも今12番のドレッツァの後ろになりました。テオロイヤルは4番手ぐらいですか。サリーレアが中段のインコース、あとは8番ゴールドプリンセス、その外を通って16番ジャックネイトが続きます。この辺りが中段、スマソニックはタスティエラと同じくらいで中段後方です。外9番のシルバーソニック、最初の坂の下りです。あとは4番ワープスピードが続いて、その外に5番のブローザホーンが後ろから、13番スカーフェイス、17番スマートワット、18番ハピ、最後方かなと思ったんですけどね、15番名勝ブレゲで、さあスタンド前、まもなく最初の 1000m の通過は59秒7です。横山典弘、マテンローレオ、離れてますからね、リードが広がって6馬身になりました。2番手は内垣ぴったり、6番ディープボンド、それから12番ドレッツァ、本当ね大歓声で、そうするんすよ。アンジョミユキジョッキなんですけど、14番テオロイヤルがドレッツァを終始見ている、10番のサボーナがいる、2馬身離れて内から外に出した、1番のサリーダ、これねハピが外に出ちゃうんですよね。3番のプリムドールが続いていきます。あとはおっと
18番のハピがバグンから離れていってしまいました。1コーナー18番のハピが場内騒然、バグンから離れていってまもなく止まりそうです。ハピだって最初に人気でしょ。1コーナーから2コーナーのカーブに入っていきます。11番のマテンローレオが先頭でリード。5馬身6番ディープボンドが単独の2番手、12番のドゥレッツァ3番手、4番手サポーターが外を通って14番テオロイヤル、ドゥレッツァを見る位置、あれですよね、まあ、サリエラもちょっと考えでしたね。まもなく2周目に入ります。関東厩舎、あとは外を通って関東厩舎やっぱきついですかね。あとはタスティーラも内々、まあ、それぐらいやっぱりルメールジョッキーがやっぱ上手いっていう2分2秒くらいでの 2000m の通過だったでしょうか。ああゴールドプリンセスがいて残り、その内からは4番のワープスピード、後方5番のブローザホーン、17番のスマートファントム、後方から3投目、それから13番スカーフェス、シルバーソニックまくってくれるかなと思ったんですけどね。さあ坂の上り勝負どころ、ちょっとなんか無駄に足を使っちゃって、800を切った下りに入る6番ディープボンド、これねディープボンドが仕掛けると思って3番10番のサポーター変わらず、それから12番ドゥレッツァ、終始そのうちの14番ここでねちょっと来るんじゃないかなと思ったんですけどね。シルバーソニックテオロイヤが外から動いた、その後ろから3番のクリムドール、1番のサリエラが続いている、後方からシルバーソニックのカーブ、先頭はディープボンド、その後14番テオロイヤル、ちょっとねもう強すぎますよね。外からテオロイヤル、テオロイヤルだ、単勝ですよ。3番手もうねここでデムーロ終わったと思ったんで、もうだったら菱田ジョッキーの G1 が見たいということで、ディープボンドがドイツ G1 4年連続馬券になるっていう、5番のブローザホーン2着、3番手6番ディープボンド、その内から17番スマートファントム、テオロイヤル、おめでとうございます。13年目ですか、菱田ジョッキー。いや本当に強い競馬でした、苦節ね、13年目で素晴らしいですよ。あのね、僕も初めて13年目なんですよ。なので菱田ジョッキーやっぱり若手のイメージなんですよね。負けすぎました。そんな彼が本日の終始いきたいと思います。2万円でございます。もう師匠は東京にはいない、本当そうです、いないんですよ。 NHK マイルか、東京マイル俺得意なんで、それよりもお金があるか心配です。ということで今週はここまででございます。まあね、来週は NHK マイル、まあゴールデンウィークなんで、まあちょっとね、まあいろいろ出稼ぎとかあったりしてて、まあチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いいたします。以上無職でした。